かや町にある、相当宗の寺院。国宝の五十頭を中心として、境内は、香山公園と呼ばれ、桜や梅の名所にもなっている。大内市前世紀の大内文化を伝える寺院であり、西の境、山口を代表する観光名所となっている。香山墓所は、もう年家墓所のうちの一つとして、国の史跡に指定されている。室町時代、 大内二25代の大内義弘が現在の場所に鉱石寺を建立したが、義弘は王永6年に王永の乱を起こし足利義満に敗れて戦死する。義弘の弟である26代、大内森美が兄を弔うためここに五十頭の建設を開始したが、森美自身も九州の小西、大友氏との戦いで、影響3年に戦死する。は、 その後、下吉二年頃に完成した。当時の七代当主、当広志望の死後、広志望の夫人が夫を弔うために、文明三年建立した。当初は、安陽寺と呼ばれ、現在の山口市、二穂高野にあったが、明王元年に、ル璃三寺と改められた。江戸幕府成立後、萩に寄った毛利輝元が、慶長九年に、功績寺を萩に引き出らしたため、跡地に、 元六三年、日本瑠璃三寺を移転した。これが、現在の瑠璃三寺である。五十塔国宝。大内文化の最高傑作と言われる。室町時代、各喫二年頃の混流。屋外にある五十塔としては日本で十番目に古く、京都の第五次、奈良の法隆寺のものと、並び日本三名塔の一つに数えられることもある。高さ三十一点二メートルで、 屋根は日和田吹き。二層にのみ周り園がついているのが特徴である。建築様式は和洋であるが、周り園高覧の逆連等や円形趣味団など一部に全宗様が取り入れられている。初茂には日本の仏塔では唯一となる円形の趣味団があり、創業の大内義弘像と阿弥陀如来像を祀っている。夜間は年間を通して日没から22時まで、 ライトアップされており、周囲に咲く季節の花々と共に美しく浮かび上がる。大内義弘の亡骸は、一旦堺で葬られた後に、鉱石時に改装されたとされるが、その不明がこの塔であり、通常なら、仏斜利が収められている五十塔の下に、大内義弘の棺があるとの区伝がある。ありがとうございます。